前のこうちょっと開口部がでかいっていう風にね、こうなんか SNS とかで書かれてたこともあると思うんですけど、いいですね。やっぱ自分の考えたメーターがね、自販車にこう反映されるっていうのがね。レーシングドライバーの松田次郎です。今回はですね、まあ、車好きの僕がですね、この新型 RZ34 をいち早く公道でインプレッションしたいと思いますので、ぜひご覧ください。まだノーマルの状態で公道を走ったことがないということで、僕に白羽の矢が立ったということで、まあ、今回ね、車好き目線の僕としてこの RZ34 をね、公道でお伝えしたいなと思います。次郎さん、実際これ実物、はい、この海ホタルで見てどうです？僕今までね、ちょっとテストコースとかでちょくちょく乗らせてもらったんですけども、ナンバーがついてる車見たの初めてなんですよ。ナンバーがついてもね、意外とかっこいいですよね。見た目もね、前のこうちょっと開口部がでかいっていう風にね、こうなんか SNS とかで書かれてたこともあると思うんですけど、でも実際実物で見るとなんかこの開口部も結構かっこいいなと思いますよね。これやっぱモータースポーツ好きとしては、室内ってどの辺が気になるものですか？まあやっぱりステアリングと6速 MT なんで、やっぱりそこのフィーリングですよね。シフトノブの位置と、であとはやっぱり今回僕が監修させていただいたこのメーターですね。僕がこうしたいっていう思ったメーターを日産の方が作っていただいたんで、これはぜひね見ていただきたいなと思います。次郎さん、ちなみにドア閉める音って結構スポーツカーで気にする方多いかと思うんですけど、実際この車どうですか？そうですね、僕普通のね、この RZ34 になる前のね Z も乗ってますけど、ドア開けた時のね感じがちょっと軽い感じはしますよね。で、ね、閉めた時のフィーリングもこうガンってこう閉まる感じがあるんで、まあ、そういったところのやっぱ剛性感もね結構ちゃんと見てるんじゃないかなと思いますね。はい、さっきおっしゃってたステアリングの感じはどうですか？そうですね、これ実はね、昔の Z ってこれがなかったんですよ。これがねついたことによってポジションがすごい合わせやすくなりましたね。シフトノブの位置とかってどうですか？ここに関しては基本的にはあまり変化はないですね、前回と34と。で、僕が一番やっぱり変わったなと思うのはこのステアリングですね。ステアリングのやっぱりこの持つ場所ですよね。パッて持った時のフィールがすごくどちらかというと R32 にすごい似てるようなフィット感がありますね。結構最近乗って音量とかチャンネル変えたりとかっていう風にやるから逆に言うとここはでかくなるんですよ。 でかくなるとすごい持った時に違和感あるんですよね。だけどこれは結構こうここを下げられてて、でなおかつここを絞ってるんで、持った時のこのフィット感がすごくしっくりきますね。ちょっと僕的にいいですよ、はい、残念だったのはサイドブレーキの位置これ右にしてくれればいろいろ遊べたのになと思ってますけど。いやでもね、僕も今34乗ってて、スカクも乗ってますけど大丈夫です。もし遊ぶ場合はここにこうくっつけて棒をつければちゃんとこうなるんで、それでも全然大丈夫だと思います。はい、じゃあエンジンかけてみます。いいっすね、やっぱ自分の考えたメーターがね自販車にこう反映されるっていうのがね。一番のこだわったポイントってどこになるんですか？シフトアップインジケータータコメーターの一番このレッドゾーンの針が一番上に来るようにしてるんですよ。だからレッドゾーンにこう針が近づくとともにこうシフトアップインジケーターもこうシフトアップでこうパカッてこうなるところで頂点に合うようにしてるんで、目線を動かさなくてもしっかりとシフトアップしやすくなる。もうどうしてもサーキット行くと視野が狭くなるんで、コースばっか見るとね、なかなかこうメーターをこう見てパッてこう見返るのが大変じゃないですか。だからメーターの上の方だけをこう注目できるようにこの配列にしたんですよね。あとはスピードメーターってね、普通にこう細かく300キロまでこうね、 GTR もそうですけど刻んでますけど、まあ僕も最近老眼始まってるんですけど結構見づらいんですよ。でやっぱりスピードメーターって何が見やすいかって言ったら、やっぱデジタルが見やすいんですよ。でもう一つ僕がこのメーターを作るときにすごく言ったのは、温度計を絶対つけてくれって言ったんですよ。前の Z は普通に針の
ね、あの水温計だったりだとかバッテリー の、ね、あの電圧だったりとかそういうのはあったんですけど、今回はエンジンのオイルテンプ、ウォーターテンプですよね。でオイルプレッシャーと、あとねこの Z34 で一番あの気にしなきゃいけないのはデフの温度です。でデフの温度計をつけてくれって言って、僕はもう一個こだわったのは、針だけだと分かんないじゃないですか。細かく分かるように数字とそのバーで分かるようにしてくれって言って再現してくれたのがこのメーターですね。であともう一つは、ここはねブースト回転とかってあるんですけど、でやっぱブースト系ってターボ車ならやっぱりあった方がかっこいいじゃないですか。僕結構走る時にブーストの針を見ながらコーナーの脱出で一番おいしいところにブーストを持っていくようにするんですよ。そのこだわりが逆にまあ反映されてるのは嬉しいですよね。報道でどういう足なのか、どういう乗り心地なのかっていうのをね、早速ちょっとインプレッションしてみたいと思います。